今日3盗塁をマークしまして31盗塁です。荒波選手との差はまだ現状は分かりませんが、現状では7です。この辺りどうでしょうか。向こうの試合そして今日の試合が終わった段階で3割を超えております。もうほぼ3割バッターというのを手中に収めたと思います。3割30盗塁という素晴らしい記録が今シーズン残りそうです。どうでしょう。そして何よりですね、原本選手と最後の対決を締めました。どんなことだったんですか。Thank you.